福原良は、外国人介護人材コンサルタント、看護師人材紹介事業経営者、ダンス講師である。東京都狛江市出身。独協高等学校を経て、1998年、独協大学法学部法律学科卒業。大学卒業後、総合人材サービス業、株式会社クリアな武器にて勤務し、人材派遣営業職。 人材紹介キャリアコンサルタントを経て、看護師人材紹介事業の立ち上げ、医療機関向け新規事業開発を担当。2013年より、医療関連サービスの株式会社メディカルシステムサービスに転職。医療法人、経費都市会法人本部看護師対策課長、同法人吉祥寺南病院総務課長、医療法人新人会理事を経て、 一般社団法人ワムタウン推進本部理事、株式会社メディカルシステムサービス事業開発部次長一般財団法人職業教育キャリア教育財団にて文部科学省委託事業専修学校グローバル化対応推進事業の介護福祉教育文化会委員を務める医療福祉分野における外国人介護人材コンサルタントとして主に東南アジアで活動し 在留資格である特定技能に該当する外国人を対象とした介護人材受け入れに関する指摘等、新聞、業界者ほか各種メディアへの寄稿、パネルディスカッションへの参加を行い、東南アジア各国の来日留学生関する情報、共有、政策への提言を行っている。また、独協大学在学中の1997年より、 ボールルームダンスの指導に携わり、東部日本学生競技ダンス選手権一部戦において、ワルツスローフォックストロットの部で2種目優勝。2018年には、独協大学舞闘研究会 OB 会副会長として、独協大学オープンカレッジでのボールルームダンス講師を務める、等、後進の育成に尽力している。ありがとうございます。